切断もできるしネジも切れるってことですね。53万8400円。これはあのネジの切り子が出ないタイプ。マジで？はい。空調工事といえばワーテックスさん2人、はい、でナイエスさん、レッキスです。レッキスさん、レッキスです。の商品をご紹介お願いします。はい、まあ、なんかいろいろこうでっかくあるんですけど、僕らはやっぱりこっちに行っちゃうんですよね。こっち何ですかこれ。まずはこれやっぱレッキスって言ったらこれみたいな、僕らのイメージは何なんですか。これフレアツール。ほうほうほう。電動フレアツール。そうです。はい、ちょっとあっちにも看板大きいのやらせてもらって。フレアを自動で作れるんですか。そうです。そうです、まあ、あの僕らが持ってるのはこれなんです。あ、じゃあこっちじゃない、こっちなんですよ。こっちです。あ、こっちなんですよ。多分時間で持ってはるんですか。これ持ってます。ほうほう。で、これ今このこれで逆転晴天変えれるんですけど、今のやつはこれらしいです。このレバーがいいんですか。なんかどうなんですか。はい、なんでこっちからこっちなんですか。実はあの昔のタイプがこのシーソー型になってまして、でこっちに変わったんですね前回で。今回また新しくてこっちがいいっていうお客さんが多かったので、はい、シーソー型のスイッチになったんです。これもちょっと紹介してほしいですね。カラフル。これあの引き付け用で電気屋 YouTuber さん来るということで。ほんまですか。ご用意させてもらったんですけど。インスタ映え狙って。そうです。え、これレキさんに頼んだらこういう加工してもらえるんですか。一応オプションっていう形で対応させてもらいますので。はい、視聴者さんはどこに問い合わせしたらいいですか。これホームページ。そうですね、あのお近くの販売店さんにご連絡いただいたら、はい、メーカーの方にすると。一応こんなんできるんですね。そうです。これで一番やっぱ僕らが思うのは、はい、これ大体2部、3部、4部までついてるんですよ、これ。体感のサイズ。はい。5部なんでつけないんですか。まあ、あの、価格設定っていうところもあるとは思うんですけど、はいはいはい、で5部、6部ってなると、大きい業者というかエアコン、はい、配管になったりとかっていうのも理由があって、ちょっと分けてるっていうところもあります。まあ、値段的だと思う。っていう声が多かったんですよね。そうですね。ちょっと安くしてでもいいから、5部減らしてくれてもいいし。そうですね。なるほど。でパイプカッターとかもあって、はい、レッキスのパイプカッターを好んで使うなんか古い職人さんも多いですね。めっちゃベテランの。そうですね、ありがたいことにあの古い今ちょっと新しいタイプですけど、はい、旧のタイプもまだ使っていただいたり多いですよ。じゃあのベアリングがこの中のベアリングが多いんで回すストレスがかなり低くなって、ところが強みでそこを買ってくる。だいぶ回しやすいんですよね。だからちょっと他のメーカーに比べると値段がちょっと高いんですけど、そうです。ちょっとごついんですよ。そうですね。はい、でも太感触る人とかは結構感じる。そうですね、はい、私も大好きです。ありがとうございます。僕らはこのイメージになっちゃってるんですけど、はい、レッキスってこの辺も強いんですか。どっちかっていうとこっちもよく使っていただいてるんですけど、黒いとか赤色のパイプマシンっていうんですけど、結果にこういうネジを。あ、これか。これは押さえですね。電気の これがネジです。電線管のネジ。普通のテーパーのあっちで切ったネジ。ネジ切り機持ってるんですか。持ってます。お、どっちかってなんか自分はこっちの方がイメージは、ね、あ、そうなん、強いですね。熱ビアさんと空調屋さんとかでまた、あ、どっちかっていうとこっちが、まあ、シェアが高いよ。なるほど。これあの電気のね、何これ、モニターみたいな。あ、これでいけるのか。そうです。ほうほうほう。これは細いパイプをこのまま切れると。そうです。そこにパイプを着用しまって、ちょうどこのカッターで切断もできるしネジも切れるってことですね。ああ、すげえ。1個で53万8400円。いやー、これええな。で、これはあのネジの切り子が出ないタイプ。マジで？はい。切り子出てこないんですか？これ出てこない。出るんじゃない？それね、あの最初深淵加工って言いまして、パイプの簡単ちょっと面倒いするんですけど、はい、その時だけ切り子出ない。これ、あとはあのできるんですよ。できるかないんですよ。そうですよね。で、ローラー中に組み込んでまして、ははは、このローラーを押し込んでパイプを加工するので、はい、削らずにネジが加工する。すごいです。ネジの肉厚もそのままでネジが切れる。ありがとうございます。ありがとうございます。レッキスさんでした。ありがとうございます。いろいろ入ってます。また写真とかも。ちっちゃいですね。あれめちゃ使い勝手良さそう。
込み工業さんに来ました。2人で紹介してもらいたいんですけど、おすすめ商品教えてください。おすすめ商品、はい、商品はこちらのホルソー、はい、ホルソーの超高バイメタル BW っていう製品がおすすめになります。歯の形がなんか見たことない形、うん、ちょっと初めて見る形、うん、どういう効果が。これはノコバタイプ、こういうバイメタルでよく見るノコバタイプの先に調光がついてる、こういうタイプの調光がついてるっていうので、この調光のホール層とこのバイメタルのホール層のいいとこ取りみたいな、アイノコってなってて、こういう調光がこの先についてるおかげでステンレスとかでも3ミリであっても簡単にこう吸って開くっていうのと、ノコバタイプになるんでこの調光が1つ2つかけても全然使えるっていうので寿命がとってもいいです。へえ、うちの実際のこの耐久テストみたいなんでステンレスの2ミリで700ケツまで開いたっていうぐらい、そんないけるんですか。めちゃくちゃこれ寿命良くて。なんていう名前、商品名ですか。この商品名は超高バイメタル、コルカッターの BW っていうパッケージあるんですか。パッケージある。これやね、今紹介してもらってる。超高バイメタルホールカッター。じゃあこれって実演できるんですかね。はい、実演できます。じゃああやん開けてみましょう。ここで開けて、はい、開けてます。大丈夫。これは線の2ミリ、これ線の2ミリですね、大体これぐらい。これが700個開けれたら、これが700個はすごいな。あ、もうついてる、はい、ついてる状態になってる。何倍ですか。これ25倍になります。ほうほうほう。どうや、いきますよ。はい、あ、もうほんまにステンレス消耗は消耗やってみる。消耗状態はどうやろう。あ、全然かけてへんな今ね。ほうほう、全然押してないんですよ。はあはあ、ドリルの重さだけでいったから。ああ、嘘やん、絶対嘘やん。だいたい刺すだけだったら煙もわーって出てくる。出る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 。出ないですね。出ない。あの匂いもせえへん。ありがとうございます。次におすすめの商品はどれでしょうか。次におすすめの商品は、うちのこのシメールっていう。シメール、シメラーですね。シメラーですね。シメラー。はい。これ去年新しく。メッセンハルやつだよね。はい。メッセンハル。メッセンハルやつで、去年新しくリニューアルしてこちらの。引き出しになるんですけど、新しくこの2型っていうこの小さいやつ、はい、これで貼れます。これとこれで250キロまで引っ張ることができて、これ2型ですね。で、あと5型っていうこっちで1トン500、はい、1500キロまで挑戦できるっていうのをこう新しく追加してリニューアルしとってるんで、これがおすすめの製品なんです。ありがとうございます。でまあ、変わった点としては、はい、まあ、色を黒くしたっていうのと、かっこいいですね、この巻き込み防止っていうんですかね、はい、いつもこうシメラー使ってもらってて、はい、逆巻き、はい、こう逆巻き、こうやってこの場合巻かないといけないときこっちにしてもらって巻かないといけないんですけど、はい、この戻しのままでも巻けちゃうんですけど、そうなったらこう逆巻きって言って、はい、この中のワッシャーみたいなのがこう飛び出てきちゃって、もう巻けない、空回りしちゃう状態になるんですけど、それを防止するためにこういう巻き込み防止のこのなんて言ったらいいですかね、こういう感じで、この部分、はい、一周巻いてあるっていうので、逆巻きをしないように固定してあります。あ、巻き方向一定になるように固定して、はい、今までやったら逆巻きでこう壊れるっていうのがあったんですけど、それもないようにっていうので、そういうのも改善させてもらったので、新しくさせてもらってます。そういう、そうですね、マルチコカルタルと、チップ層であったり、こういう感じ。これは切りやね。そうですね、切りです。切りとか、ホルソーとか。はい、切削関係に強いってことですね。基本的にそうですね、内穴開け、はい、切断とかっていうのがメインです。 あとまあ木工でまあ少しだけ、ああ、そういうのもあったり。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。近江工業さんでした。またお願いします。お願いします。次は畑屋さんのブースに来ました。畑屋さんといえばコードリールなどが有名なんですけど、現行ドラムですね。新しい新商品とかありますか。こちらが番組コードリールと言いまして、あの従来のコードリールはこういう形なんですけど、要するにフレームがついてます、ね、これがついたことによって、まあ、何がいいかと言いますと、まあ、しっかり安定するので、現場で使っても倒れにくい。倒れにくい。倒れるとやっぱここが壊れたりとか。そうですね。あとまあ段組みができますので。段組みとは、あ、重ねれるんで、ね、重ねができます。あ、マジで、はあはあ、保管に便利なんですね。へえ。あと、車に積んで移動する際も倒れにくいですから、うん、そうですね、はい、で上に物が置けるとか、いろいろ利点が多いコードリールなんです、うん、
筆もあるからなんかどっか固定とかもしやすそうですね。そうですね、現場でね、はい、あとねちょっと気になったんですけど、あのリールちょっと面白いなと思って。線引きリール、何やこれ。線引きリールって言いまして、まあ、従来のコードリールでしたらこのドラムの外側にこういうコンセントがついてるのが通常なんですけど、あのこれはコンセントがついてないんですね、はい、で線引きっていうのはあのコードを全部引き出して使ってくださいっていうための線引き、よく巻いたまま使うとダメですもんね、温度が高まって焼けたりとかする可能性があるんですけど、これでしたらあの全部コードを引き出した中にコンセントが現れるので、はい、火災防止になるこの巻いてる中心部に、はい、あの刺すとこがおるそうですね、はい、全部動かへんとそのコンセントが出てこないから、強制的に全部コードを出して使っていただくっていう形で、安全面を考慮されたっていう。そうですね、はい、なるほどね、面白い。このおしゃれなやつとかはこちらはあのホームリールでして、現場で使うものとかではなくてですね、これかわいい、ご家庭で使う、はい、まあ、比較的コンパクトな、はい、タイプ。これあれ出張行くときカバン1個入れてたですよね、うんうんうん、ホテルコンセント足りひんね、あとあの出張の際に特にあのおすすめなのがこのキュービーっていうあのコードリールでして、うん、繊維がこれ 2.5 メートルあるんですよ、はい、ですから例えばあのホテルでスマホとか使う場合に、はい、なかなかコンセントが取れますけど使いにくい、はい、でこれを USB についてるやん、 USB もついてるので、はい、まあ、充電もできますし、はい、こちらスマホのスタンド立てにもなりますので、そういう感じで、おーすげー、はい、YouTube 見放題ですよ。あの例えば、ね、あの料理されるときに見ながら、そうですね、はいはい、あの充電しながらレシピ見ながらっていうそういった使い方もできますね。台所にコンセントがないことって多いですよね。そうですね、そういった場合はこのコンセントを長く引っ張ってもらって使ってもらってい、はい、これいいですね、面白い、はい、かわいい、おしゃれやすい。あとはライトとかもあるんですね。そうですね、ライトはまあ充電式のライトっていうのがソーラー式もある、特におすすめでして、まあ、こちらはですねソーラーセンサーライトというパネルで、太陽光パネルで充電いたしまして、あ人が通るときにあのこちらの人感センサーで反応させて、はい、あの光らせるっていうものが、いいですね、面白い。こっちもライトですか？ここも一緒ですよね。一緒です、はい、あ現場で使うような、現場用の航空機になります。はい、次なのこのサンフラワーっていうライト、サンフラワー、はい、これ下向いてないですよね、はい、あの真下に向けることができます。でこちらにですね調光機能がついてまして、はいはい、ダイヤルを回すことによって明るさが、うわー、おー、はい、あ、おかり調節できますので、はい、こんな現場に合わせて使っていただくと、面白いですね。これは何ですか？こちらの自動巻きのエアリールです。天井とか壁につけてホースを散らばせると足元が悪くなって引っ掛けて転倒したりとか、ホースを踏んづけてホースの劣化と招きますので、これは天井とか壁につけてで、こういった好きなところでストップできますので、へえ、車屋さんとかによくあるやつですね。こっちはあれなんですね、あの電源、こっちは電気ですね、電気タイプ、同じような使い方、倉庫に便利かもしれない。そうですね、ありがとうございました。畑屋さんでは照明からドラムまでいろいろ扱われているところですね、はい、また皆さん来てみてください。ありがとうございました。ありがとうございます。次はですね、カクタスさんのブースに遊びに行きました。カクタスさんといえばどのような商品を作っておられるのでしょうか？メインとしては油圧工具で、あの圧着工具がメインになります。はい、おすすめの商品は、ですね、こちらの14から250までの圧着工具と、そちらに合わせます、150から3人ものこの圧着工具。でかいでかいですね、さすがに3人後までになると。で両方ともこちらに並べてます。このアタッチメントで、あの他の作業、ケーブルを切る、外してどうですか？ハンガーレールですか、これ？そうです、今日はあの南さんのやつなんですけども、まあ一番売れるのはあのネグラさんのタイプですね、はい、これ実演できるところですか？あ、ちょっと短いから切れないです。なんか端子とか実演できるやつありますか？今日はない感じですね。ケーブル買ったんですか？ラックですね。ラック、ラック、あそこラック切ったやつじゃん。そうです、マジで、あほんまや。それ60と100ですか？これ横から入るんですか？前しか入る、本来はあどこでも切れるんですね。あ、そういうことか、まあ、入れてって感じで、あこれラック切るのは初めて見ましたね。ラック初めて見た。ラック切るの結構大変やもんね。バンド層でまっすぐ切れんしね。こう感じで、あのこれつけてこう QR も SR もいける。
これは持ってきてないスタイルなんですけども、QR バージョンもある。あります。あ、やっぱ歯ちゃん両方いるっすね。で、大きさもやっぱり。ああ、そっか、大きいですね、QR も。そんなんあんねや、知らんかったわ、ラック切るやつで。これはもう、カクタスにしかやってない。初めて見ました、すげえ。この青色かっこいいですね。かっこいい。これは電線切れ。ケーブルカッター。ケーブルカッター。ノック感もあるんですね。はい、自動ノック感もあるんですか？自動はないんですけど、さっき言ったアタッチメントのタイプのやつになりますね。あ、これをだから付け替えて、ちょっと付け替えれますか？あ、はい。どうなるんですか？自動のノック感いいですよね。うん、手でやるんだるいから。疲れるし。だれ刺すとかやとね。うん、そうなんですよ。押し込み最後大変やから。数あるとやっぱりこっちの方がいいかも。そうですね。ちょっとごめんなさい、ボルトがないんですけど、これで。あ、それで。やっぱりまあ軽くなっていかんとね、やっぱり売れないというのもあるんですけど、やっぱりまあちょっと重たいので、これすごいギロチン、すごいね、これもこう見替えて、あ、これか、これがギロチン、あの325でこちら用のやつになります。 CVT とか3本そのまま切れるんで、これあー、うまいね、ありがとうございました。はい、アクタスさんでした。またお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。行列さんのブースに来させてもらいました。実はここのチャンネルでもこの絶縁蛍光系を1月2月やったかな、ちょっと日付忘れたんですけど紹介させてもらう予定です。ってことで今日は展示会バージョン。これ検電器ですか？そうですね、こちらがあの LED ライトがついた検電器になります。このタイプってずっとありました？そうですね、僕あんま見たことなくて検電器だけ違うの使ってるんですけど、これいいですね。 ありがとうございます。また見つけたら買います。うん、あ、デモ機やからこれなんか使える。これは違うやつ。これ高圧。高圧の。ああ、こんなちっちゃいですね。ああ、そうですね、伸びるやつだった。へえ、軽っ。え、嘘。こうやって高圧用の検電器。強烈さんはこの最近というか Bluetooth でね、記録取っていけるんですよね。そうですね、あのちょっとこれもやしね、無償で提供させてもらってるアプリをリリースしてますんで、はいはいはい、まあ、そちらと連携していただくことで、はい、まあ、作業効率向上。コンテスター。おお、これはコンセントにそのまま挿して。挿して電圧と設置とアースを確認できる。これ便利です。電源つけますか？電源貼りましたよ。あ、ここ。最後チェックするとき、これで回っていったら。他何かこうおすすめのありますか？新商品がやっぱり、11月に発売しました。これ？はい。はい、これで目が見えるんですか？そうっす。設置抵抗も電子までいけるんですよね。そうですね。2極で測る。これ僕持ってます。これどうやって見るんですか？当てるだけです。あ、別であるんですよ、線が。テーブルがあるんですね、うん、これはめっちゃいい、はい、でもこの大きさいいですね。メガってでかいからやっぱり、これでメガ見れるのいいですね。これ僕のチャンネルでじっくりやりますんで楽しみにしててください。これいい。じゃあ今日は強烈さんに、お邪魔させてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございます。次は小倉さんに遊びに来ました。次ナビゲーターあややんでお願いします。なんかごついのいっぱい並んでますけど、どういう用途のものがあります？鉄筋カスター。鉄筋はもう 100V のコードレスタイプ。これ穴開けたり、フラットパーでランズとか穴を開ける機械ですね。本来に穴を開ける機械、はい、こちらも 100V とコードレスタイプ。え、出てますね。で、バッテリーの方、マクタさんの 18V と、あ、これ、はい、40V。あ、40も対応してるんですか？してるんです。へぇ。で、40V と 18V と、はい、2種類ですね。2種類。があります。まあ、18と40、ちょっと能力変わるんですね。違いますね。やっぱり、あえて両方あれなんですけど、スピードが。あ、速さが。速さが違います。僕らはやっぱちょっと電気工事なんで、よく使うのがやっぱこう穴系なんですね、アングルとかのパンチで。なかなかその、あんまりその充電で、まあ、ちっちゃいのがあんまないんで、マキタのボディやっぱちっちゃいですし、バッテリー共通やからいいですよね。皆さんね、ご好評いただいておりますね。ですよね。そう、バッテリーがね、なんかもう増えるとね、もう大変なんですよ、やっぱりどうしても。なんかあの、こんだけある中で、もうこれ今一番おすすめか、あの新しいやつっていうのありますか？やっぱり 40V タイプのこれパンチャーになりますね。これですか？はい、パンチャー。うちのブレスでも N シリーズ、N209CW と 100V のタイプと 18V のタイプ、それはタイプで 40V のタイプが出たって、はい、だから軟高の20%
板厚9ミリ29ミリ板厚の9ミリってこのタイプです。なかなかパワフルに開くシステムになりまして、うちの機械と挙動式というか油圧で押して油圧で戻すタイプになるんですけども、これが板厚9ミリ早っ。なんかパンチのイメージって抜ける瞬間ボコンって大きい音するイメージだったんですけど、今音もなく開いて戻りまして、鉄の場合は音がするんですね。ステンレスの場合は、はい、音がします。あ、する、はい、これは抜いた後めっちゃ綺麗に抜けてる、うん、これ気になったんですか、これカッターですか。これはアングルカッターとアングル加工機になりますね。アングルだけ、アングルをカットする、カットで、こっちはベンダーですね、ノッチャーって形で本体があってですね、ユニットが3種類あるんですよ。これで使い分けていただいてるという形にはなります。曲げて穴開けてとか。そうですね。結構現場でアングル広じゃったらバンドと時間かかるから、こういうやつの方が早いし、置いたらちょっとしばらく置きっぱなしやもんね。そうですね。これでスパッて切れたら、はい、ね、ありがたい。でもこういった機械ございます。これにくっつける。そうです。本体があって、ユニットが3種類ございます。なるほど。ありがとうございます。説明してますので、はい、お願いします。ありがとうございます。小倉さんでした。小倉さん。何でしょう。ゆうさん。何でしょう。まだ開けたばっかりには戻ってない。スイッチ出たのかな。これぐらいで多分戻ってる。首折れパンチャー、ちょっと見てください、これ下向き、下向き、これちゃんとハンドルもあるから手が持っていかれることもないし、めっちゃいいっすわ。踏まれてたらこっちで入らないですもんね、うん、あ、なるほど。でスルッと向けるし、箱の時はこっちでもいけるよ。いしょ、 OK、いけました、大体。小倉さんの商品をいろいろ紹介させてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。藤屋さんに来ました。クロキンコーナー。前、動画出てくれた純也さん。はい、お願いします。じゃあ、ちょっと紹介してもらいましょう。何か最近出たっていう噂が。出た商品はちょっと今回持ってきてないんですけど、またちょっと発売を再開したっていう商品が一つありまして。6050の 200BG。 VA ペンチっていうか、そうですそうです、あれですね、刃の付け方が違うやつですね。そうですね。で、まあこれが、まあ、どういう特徴かっていうと、やっぱり従来ペンチだとこう合わせ、こういう合わせになってるんですけども、でこれだとあの切り方がハサミみたいになるんですよ。刃がこうやね。そうですね、すり合わせのタイプになるんで、でそれでやっぱり軽く切れるっていうのがあるんで、テーブル切る、よく切る方にとってはもうこれがすぐ切れるっていうのが、結構ニッパーでパチパチ 2mm3mm 切ってると痛がってくるんですよ、だるくなって。これ僕持ってるんですけど、めっちゃ切りやすいです、うん、あ、2mm これ使ってる、これやったらもう上にこれしか切れなかったんですよ。マジで、あのパチンじゃないの、スパッてこう刃が当たれへんの、実は使ったことないので、あ、マジか。 IV の断面も潰せへんからまっすぐ切れます、うん、へぇ、切ってみてください。切っちゃいます、はい、力が全然違う。これが普通のペンチなんで、これ普通の方ですね、うん、でその後にこれで切ってもらったら、これは163mm、 2mm 3、うん、2mm 3やね、 2mm 3、これを普通に切ったら、まあ、大体こんな感じか、うん、ベタってして最後にパチンと、パチンっていくんですね、うん、で、あれですね、切り口がこう山型になるんですね。そうそうそう、こう両側から挟み込むから、あー、わかります。それをこっちのペンチでいくと同じように切りますよ。え、めっちゃ軽い、そんな軽いです。で、あー、で、ほぼまっすぐなわけね。そうなんです。いや、うん、すり合わせになってるんで、うん、まあ、すごい楽に切れる。なんか切り味としては、なんかペンチで切ったっちゅうよりは、なんかハサミで切った感覚。そうですそうです。え、IV も切れるんですかね、これ。三八の IV これで切れるんですか。三八これでいけるの？うん。なかなかペンチで三八ってしんどいですね。けど、歯入らへんしね。三八まで切れるんで。今までやったら、まあ、例えばここにケーブルカッターがあるんですけど、これやったら本当にケーブルを切るだけなんですけど、うん、それに挟むところを加えたのが一応この商品になるんですよ。で、刃がね、これ当たれへんから、ここでつまむとこがピタッとくっつくんですよ。そうなんです。
普通こうやもんね、開くもんね。そう、開くんねんけど、挟むのも強く挟める。この違い、この違いですね。そうです、はい、ちょっと少なさも強いです、どうしてもね。刃の当たりがいるんで、これ当たりがないんで、2つ。で、これがまた復活した。そう。ああ。大きい方ですか？これ大きい方ですね。小さい方がこっち。あ、こっちが小さい方。175。新タイプが発売は再開した。ああ、なるほど。ちょっと VA とか用切っとって手痛い人、こっち使ってみた方が。バンガバシとか絶対こっちの方がいいと思いますね。せやね。散髪するだけすごい労力やもんね、あれ。普段腰触ってなくてもこれ工具箱1個入れとってシチュエーションでこれ変えるのありで3パチまで切れるってのは、ね、うん、完成引き時とかこれ1本あったら、うん、わざわざケーブルカッター持たんでいいし、これはいいや。他なんかありますないです。ないまた近日中にまた新しい商品も出るんで、まあ、それもお楽しみにしてもらったら、はい、わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。藤谷さんのブースでした。ありがとうございます。菊田さん来ました。カラフルなあるんですけど、ここに初めて見るんですけど、カラーコレクションという形でやらせてもらってまして、星の号色を揃えたいというユーザーさんの声が多かったので、ウェイテンストリッパーの方からちょっと発売の方させてもらいまして、それで結構人気があったんで、ちょっとウェイテンストリッパーをどうもらえばという形で広げていこうとしてます。かっこいいね。いいですね。通常限定にはなってるんですけど、かなり注文の方はいただいてますので、人気にすごく。これ色、このカラーされてるやつって、はい、今展示されてるこの種類だけなんですね。そうですね、今のところ4色でやらせていただいてて、まあ、結構やってると違う色が欲しいっていう声もあるので、緑も良さそうですね、黄色と緑とか、うん、緑とか結構いうお客様多いので、また来年できればやっていきたいなとは。よろしく頼む。ニッパーのサイズ違いとかってあるんですか？色、これで。ニッパーの方が今合ってるのが200-225っていうサイズになるんですけど、ニッパーの方が175mm と、ペンチの方は200mm の方を、このタイミングで。もう一個ちっちゃい方があるんですね。発売するよって言っちゃいます。ドライバーは100だけです。ドライバーはこのサイズだけです。このサイズだけに。はい、OK、でもめっちゃ握りやすい。これね。ちょっと握ってみたら、すごい力の入る形になっていると。これ前のとちょっと形ちゃうんですね。グリップ面白いですね。ここテーパーになってて、マスダニックおすすめのグリップ力らしいんで、ちょっと一回握ってみてください。ドライバーとかあったらね、何種類か買ってこう、プラスとマイナスで書いてたりするのが分かりやすいかもしれない。そうですね。これ表記ちゃんとあるしね。赤と青とかにしたら、赤をプラスにしといて、マイナス青にしたりとかね。それ面白い。誰かが半分化してもいいし。ゲッタしてやる。あとなんかビクターさんでちょっと PR しておきたいのはあります？そうですね、クーチンバッグっていう形でこちらの方、ユーザーさんの方と一緒にご意見いただいて作った商品になりまして、空調やったらちょっとカバーテックよろしく頼む。これね、噂のね、でもこれ僕らは持ってないんですけど、使ってる人はめっちゃ使いやすいです。ありがとうございます。ユーザーさんの方が眼流に作ってほしいっていうのがあったんで、このサイズ大きいんで、これだけで3キロあります。カバンだけで。結構重いんですけど頑丈です。はい、ポケットとかはこちらの生地使ってポケットのも眼流になってます。でもここに真空ポンプとかも入れて、中の方仕切りがありまして、仕切りで空調真空ポンプが倒れにくいように。はい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 、なるほど。大きさあったら、空調関係の意識が入る。大体ルームエアコンやったら、ルームエアコンやったら多分これだけですよ。これときたら別に、ハンマードリルとかな、セルフ。真空ポンプ入れて、チューブカッターとかトルクレンチとか入れて、細かいポンプ入れて、ポケットもいっぱい付いてるし、入ってる。なんでなんか取って倒れるんですか？はい、氷が倒して、取り出すときに倒して。あ、なるほど。大体その固定ですか？真ん中にあって、足に行くんだ。この財布って最初からありました？はい、一番最初からの。こっちが小さい。特になんかこう、これを入れれるようにしましたとか、なんかね、こんな時に。一応この、結構ガス漏れ、ガス漏れ防止剤ですか？
使われる方が多いっていうことだったんで、はいはい、一番大きいサイズだったらここは中の中の色分に、はいはい、ここだけビニールになってますね。そうですね、かき漏れ防止剤が取れても動きやすいような作りになってます、うん、これは確かにこだわりやすい。そうですね、ここの中がビニール、そう、はい、結構あるんですよね。なんか結構こぼれてしまって、普通の生地やと拭くのが大変やっていうご意見があったので。確かに空調はこれから力はまだ入れていた。そうですね、こちらの方もちょっとユーザー様によってはちょっとサイズが大きいっていう方が多かったので、ちょっともう一回り小さいのを今、あ、これの中間、そうですね、中間の方を作ろうと。開発の方が、はい、ビクターさんのご紹介でした。ありがとうございました。ありがとうございました。BBK さんのブースに遊びに来ました、はい、BBK さんは主に空調、そうです、とことなんでバーテックスさんお願いします。はい、飛ぶ鳥を落とす勢いの、はい、BBK さん、はい、ありがとうございます、はい、なんか新商品もあります。一応充電式真空ポンプ、これがちょっと業界では あっちもこっちもやってるんですけど、はい、今回初めてパッケージまで行ける充電式真空ポンプ、はい、頑張りに行きます。ここまで来ます。配管長は3部5部40メーターまでこれで行けますので、だいたい店舗のやつとかやったらだいたい行けます、ね、そうですね、ちょっといつもポンプクラス的に言えばこのクラスで、ね、はいはい持ってます、はい、このクラスが、まあ、充電式で言うとこんなにちっこくできます。めっちゃちっちゃい、はい、めっちゃちっちゃい。で一応これがそのパッケージ専用の電池で9アンペアの電池なんで、9アンペアこれで約2時間回ります。バッテリー互換性は何かあるんですか、はい、これはもううち専用になるんですけども、一応まあ人のふんどしで相撲を取る話で申し訳ないですけど、はい、アダプターがありまして、はい、例えば工事屋さんなにどこの電動工具なんですか、マキターが多いですね。あ、そうです。だったらこれをつければマキタさんの18分。なるほど、考えられてる、考えられてる。あ、すげえ。まあその他にパナソニックさん、はい、ハイコーキさん、ボッシュさん、はい、アダプターを揃えてますね。へぇ、これはいいね、はい、ただしやっぱりパッケージで歌ってる以上、はい、この9アンペアの電池というのはどこのメーカーさんにもないんで、はいはい、パッケージする場合3部5部の配管やったらだいたい1時間ぐらい引かなあかんので、例えば牧田さんのやつやったら5アンペア6アンペアやったらせいぜい1時間ぐらいだと思うんですよね。それやったらカツカツなんで、やっぱりこの9アンペアの電池をつけた形で買ってほしい、まあ、メーカーの思いですけど、でも補助的に他のメーカーさんのバッテリーも使えるということですね。これが、まあ、大体揃ってますよね。これめっちゃいい。どれ？ジオドラ、まあ、インパクト無理ですよね。そうですね、今はこっち側に。あ、電動フレア。そうです、これはジオドラで回せるやつですね。そうです、はいはいはい、これがめっちゃ軽いんですよ。そうです、軽くて速い。あ、軽いね。パチンみたいな感じで、まあ、従来のはこれ。あ、重たいかな、ね、めっちゃ軽いんですよ。軽量で、あとプラスビットをそのまま突っ込んでできますので。ペンドラじゃしんどいんですか？ペンドラどうなんですかね。ペンドラではちょっとトルク的に難しいんで、まあ、14.4 ボルト以上ぐらいの、はい、でこれをつければラジェットにもできますし、あ、手でもいけんの、はい、充電が切れても安心、安心ですね。で、あと何もない場合、まあ、充電の電池も切れた場合やったらこれを取って、これをハンドル代わりにもまあ使えるという形です。これ使ってる人多いです。人気なんですね。そうですね。BBK のこの赤黒のカラーリングね。はいはい。赤黒良くない？ええやん。ええやん。BBK さんはね、赤黒多いんですよ。へぇ。うちこれも持ってるんですけど。それはラッパーのやつですか？広げるやつ。そうですね。溶接んだから。そうです。こういうエコバルブマニホールの、で普通こういう棒状のフックですけども、ベルト式になったんで、室外機の上でもこう貼り付ける、この角度めっちゃいい、ね、あ、これマグネットとかなんですか？マグネットです。マグネットフック、いいですね。ピタッとつけてこういう感じで見れるんで、めっちゃいいよ。これは空調屋さんからしたらいいんですか？めちゃめちゃいいですね。かける位置困るんですよ。あ、そうですね、よくファンのとことかにかけるんですけど、今度発射しにくいんですよ、はいはい、ちょっと傾きよ、ほうほうほう、まあ、一般的に言えばこういう形なんですけど、今工事屋さんがおっしゃったように案外引っ掛けるところを探さなかったり傷がいったりするんで、ちょっと遠なったり、はい、これであれば室外機の上にピタッてつけていただければそのまま使える。ちょっとしたことやけどめっちゃいい。そうですね。でこれについてるこのエコバルブ、これもいいんですけど、まあ、これこういう
コントロールバルブはご存知ですよね。もちろん、ね、でこういうものがもう一体化になってるんですけど、これと違うところはこれをちょっと室外機 のサービスコードと見立てて、はい、こういう感じでねじ込めるんですけど、あ、はい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 、ねじ込んでぐるぐる回って押すっていう形なんでね、閉めて、そうですよね、そのまま、でこの閉めた状態で普通ホース動かせないですけど、ぐるぐる自由に、画期的や、結構違う、普通ね、こんだけ緩むと完全にここが緩んでるような状況になるんで、これがあのエコバルブの特徴ですね。で仕事が終われば下げてからそのまま抜けるんで便利です、非常に作業性がある、これ画期的です、はい、ありがとうございます、ありがとうございました。 EBK テクノロジーさんでした。どうも、いろいろと緊張関連とか、はい、ありがとうございます、はい、国際さんのブースに遊びに来ました。その僕の動画でバズったこのノンタップピス13万ぐらいしかない、今、ね、それぐらいです ね、はい、おかげさんで。ということで今日は何を見せてくれますか。あのね、今日もノンタップピスなんですよなんですけど、多分ゆうさんのチャンネル見てる人電工さん多いと思うんです。で電工さんからめちゃくちゃ言われたんがね、はっさとブレーカー用作れ、これずっと言われてたんで今日はそれを持ってきました。でこの辺のね、動力のブレーカー、これちょっと60アンペアフレームですけど、まあ、60アン、50アン、いろんなフレームあると思います。で、この純正の器具に付いてるビスと同じサイズのノンタップビス、ついに、というか、ほんまに機能めっき上がってきました。ロングです。35と55、これサイズ展開増えました。で、ノンタップビス、ご視聴したことない方のために見てもらいたいと思います。従来、器具付けの際、これ下穴開けていただいて、そして、このタップ、タップでこうほじくって、でそして3歩進んで2歩下がってタップ切りつつ、で器具挟んで、まあ、いつものビスでこう止める、これ基本だったと思うんですけど、ノンタップビスは名前の通り下穴開けていただいて、でノンタップビスを入れていただくだけで、たったこれだけでタップが切れるんです。ちょっというところに松田さんがおるんで、松田さんに協力してもらいます。松田さんどうも、いつに10ヶ月ぶりにもう一回ノンタップビスやっていただきました、はい、下穴だけです、下穴だけです、はい、下穴の光ってないでしょ、光ってないからこれタップ切れてない、下穴だけの状態 でここにノンタップビス入れていただくだけでタップが切れます。今回ね、ブレーカー用の 4-35 鍋頭、これでやっていきたいと思います。でちょっとね、現実のブレーカーがないんで、まあ、何か器具挟んだ前提でもう足挟んでいきます。挟んでいただいて、で工具はね、何使ってもらっても構いません。もういつもの皆さんの相棒でもいいですし、蛍光さんはね、テドラも持ってると思うんで、テドラでも構いません。で、ちょっと今回ビス長いんで、もうドライバー充電でいきます。で、これね、最初一山、すごく入りやすいようになってます。つらつらになってないんで、これスッと入るんですよね。で、そして、松田さん、これ回してみてください。で、これね、タップじゃないんで、前回回しても折れない。どうぞ。たったこれだけ。今のトルクね、タップだったらちょっとしんどいところがあったと思うんですけど、一発で無理ですね、絶対。ね、ポキッといくでしょ。じゃあ、松田さん、これ。僕が思いっきり締めてもね、これ、滑らないですよ。滑らんもんね。ほんまに。取れないわけじゃないですよ。しっかり効いてる。外れんのか。もうこれだけで器具付け終わりなんです。もうタップ切らなくていいんですよ、皆さん。これがね、ノンタップ紙の真髄。それが、まあ、物があればこのまま止めて終わり、そう、止めて終わりです。で止めて終わりなんですけど、いやほんまにタップ切れてんのかいなと多分皆さん思われると思うんで、まあ、一応ね、いつものね、小ネジでちょっと確認していきます。いつもの小ネジがスルスル入ります。このだから力加減というか、う切れてるから全然負荷なくスルスルスルって言ってしっかり効くっていう証明ですね。そう、基本的にはもうノンタップビスで1回回して器具つけて終わりです。これはあくまで確認用でやってます。ぜひ国際のノンタップビス、ブレーカー用が出ましたので、見た目普通のビスですもんね。メッキも含めてね、これ増田さんとか谷川さんに教えてもらったメッキそのままにしてます。これ最強だと思います。はい、純正サイズなんで、ぜひご安心してね、ご利用いただければと思います。タップ切るっていうことがもう死後になるかもしれない。死後になるかもしれない、ほんまに。ネジの新しい時代ですね。そうです、新時代消えるね。で、あと、番屋さん向けに、セットビスありますよね。3点セムスね。ファッシャーが最初から入ってるビスの。これは、落ちないやつね。これも、サイズ展開、ついに増えましたんで、ぜひね、こちらの方も国際チャンネルでも動画アップするんで、一つよろしくお願いします。それでは続きまして、国際の人気作いきたいと思います。こちら、番用マルチキーシリーズでございます。番用マルチキーシリーズ、ご覧いただいた通りですね、かなり豊富な種類の鍵が入っております。何種類ですか？11種類。11もあるか。11、はい、2桁です。2桁勝利。これね、電工さんのよく使うであろう滝源さんの200番をはじめとしてさまざまな鍵入っております。嘘か本間か信じるかは任せますけど、世の中の8割これで開くと言われております。これ何ですか？
これね、タックの60と言いまして、はい、これね、正直ね、現場の方がよく言うのは、ほとんど200で開くやん。自宅というか、そう。なんか一回見たことあるかも。あるでしょ、うん。これ増田さん、逆に裏返したらね、自宅200万で開いたら嫌でしょ。そうですね、全部これで開きます。持ってるんですけど。全部200で開いたら困るから、だから、ね、これからちょっと鍵変わってきます。で、変わってくるのがこのタックの60と、この、秋元さんの200番ね、これ両方に切ってあるタックの50、これに切り替わっていきます。で、これを最初から標準装備してます。で、このタックの50に関しては、これは現行の秋元さんの200番、これに対しても使っていただくことが可能です。上下関係なくいけるの？そうなんですよ。あのね、現場のね、プチイライラあるでしょ。あるあるある。現場のプチイライラ、200こっちかなと思ったら、いや、こっちかっていう時あるでしょ。あの、タックの50、ね、そう、タックの50は、こっちでもいけるんです。こっちでも両方いけるんです。現場って結構ね、暗い時に嫌な感覚多いからね。だからこれ暗いんでね。そうなんですよね。不思議ですよね、電気屋さん。両面いけるんいいですね。両面いけます。こっちでもこっちでも両方いける。だからこれはね、あの、今持っていただいても便利ですし、これからね、増えてくるタックの60、タックの50、これに対してもしっかりと対応ができる。であと、逆にね、あの、古い鍵、これから先はいいんですけど、今現時点で残ってる鍵で結構言われるのがね、あの、ニットさん。ニットさんの210番。あの、ニットさんの、ニット、日に東でニットさんですけど、ニットさんのね、210番。これに対してもしっかり開けることが可能です。この BMK の11。今お話ししたタックの60でタックの50でこのタックの50は200番これに対しても使えますし逆に古い番ニットさんの210番でありますとか特注品でまだまだ多い500番この辺りに対してもしっかり使ってもらえるあの非常にね電工さんが設備屋さんが持ってて便利な一品に仕上がってますぜひですねご利用ください僕のチャンネルでも紹介させてもらったんですけどトミデンさんと北斎さんが一緒に開発したフリーブラケットなんと今日はご本人がいるってことでどうぞお願いしますわざわざ群馬県から来ていただきましたので、はい、ほぼ始発の新幹線ですありがとうございます、はい、ありがとうございますところフリーブラケット、ユウさんのチャンネルをご覧の方、富田さんのチャンネルをご覧の方、国際チャンネルをご覧の方、いろんな方いらっしゃると思いますけど、改めてね、ちょっとええとこ見てもらいたいと思います。これね、この金具、C コの間に対して何か器具をつけたいとき、これね、下地欲しいときあると思うんですけど、今までね、こうレール切ってもらって、躯体の上に対してこう取り付けしてたと思うんですね。で、これで取り付けするとですね、つけるのまでは簡単なんですよ。ボックスつけたり、バンつけたりね。ここまではいいんですけど、この次が大変なんですよね。これね、ユウさんのチャンネル見てる人、鉄管の S 切る動画結構見てると思うんですけど、鉄管の S 切るのが、これ僕がやると大体ね、1本やるのに15分くらいかかるんです。ところが、そこをなんとかするのがこのフリーブラケットなんですよね。躯体とね、スライチの下地をこれ簡単に作ることができる金物なんですよ。これ提案してくれたのは、まあ、さっきもお話しましたけど、富澤さんが考えてくれました。僕ら何にもしてません。制作秘話とか行きますか制作秘話はね、せっかくです。これ、お話ししてもらったらいいですよね。5月か6月じゃあそれ来てもらったらお盆の時でしたっけそう多分これ作り上げるまでに多分1年ぐらいかかってる1年ぐらいかかります、ね、最初にお話ししてもらってあそういうことですかで富澤さんに国際さんこんなん作れませんか言われてで作り始めて大体1年ぐらいいろいろ打ち合わせもしながらね現場の声も聞きながらあんなんでもあんなんどうこんなんどう言って作ったのがフリーブラケット売れ行きはどうなんですか売れ行きはね、まあ、ここでお話をするということは、まあ、売れているということでございます、おかげさまで。やっぱりね、これ僕らが考えたんじゃなくて、あの、富澤さんに考えてもらって、ほんまに現場で活躍してる人のね、声で作ってますから、やっぱ反応がすごくいい。富澤さんはどんな時に使ってるんですか自分、工場系が多いんで。あ、仕事が。はい。そういう時に、コンセントとか、はい、スイッチを、誘導灯とか、動物の間につけたい時に必要だったんで、久々さんにお願いして作ってもらいました。スピードがだいぶ速い。めちゃめちゃ速い。めちゃめちゃ速い。これね、躯体の内側に収めるのって大変でしょ。現場やってはる方やったらお分かりいただけると思うんですけど、これね、躯体の内側に合わせるときにね、これ、ストンプ出てへんからね、きっちり切っても入らへんのですよ。ですんで、これね、これフリーブラケット現物こんな感じです。で、使い方簡単。もう、いつも使ってるレール切ってください。バリ取ってください。絶対だ。絶対です。絶対バリ取ってください。絶対ですよ。これ、4面カバーできる構造になってるんで、切断面には触らなくていい構造になってますけど、絶対バリは取ってくださいね。で、バリ取っていただいて、あとは、レールね、突っ込んでいただくだけです。で、これで、切断面もしっかりカバーされてる状態になります。で、これね、開口の方でも使えますし、背中の方でも、どっちでもご利用いただくこと可能です。ですんでね、重たいのやったらね、3部の前ネジ使ったりすると思いますんで、こっちでご利用ください。で、これね、さっきのね、躯体のこう、内側に入れる時の調整の話あったと思うんですけど、これね、まずは、
この一番のところ、この長穴とこの刻印のクロスしてるところ、ここに対してビス打つんですね。でこれ長穴なんでスライドのね、この調整機能持ってます。でさらに反対側ね、反対側はしっかりこれ位置が決まるように、こっちは丸穴になってるんですよね。なのでこっちの調整機能、これでだいたい5ミリぐらいスライドするようになってますんで、両端合わせて10ミリぐらい調整が効くんです。ですんで、10ミリ程度ねレール短く切断していただいてもね、最終的な仕上がりはこのねきっちりスタイとツラになるような形で仕上げることができます。これものすごい綺麗でしょ。こんな感じでしっかりビスもね正面から見えにくいような位置になってるんで、すごく綺麗に仕上げることができますし、これで躯体としっかりツラ位置の下地を作ることができるんです。詳しくは僕らの動画見てください。そうですね、3人で見てもらった方が、はい、ありがとうございました。こちらトミネンさんのチャンネルでも、僕のチャンネルでも、国際さんのチャンネルでも出してるんで、もっと詳しく見たい人は 僕らの動画を見てください。で村松さん、はい、まあ、ノンタップビスとか、はい、いろいろ僕の動画出してますけど、売れ行きはどうですか？絶好調ですね。ちょっとじゃあ視聴者さんに感謝の何かをしてもらおうかなと。感謝の何か、いきなりなんで、ありがとうございます違うと言いたいんですけど、今日はですね、電気屋 YouTuber さんのチャンネルをご覧の方のためにですね、国際の方からゆうさんにね PR してもらって大人気商品になったこちらのねノンタップビス、こちらのミニパック、こちらをですね抽選で50名様の方に差し上げたいと思います。太っ腹ですね、50人も、はい、ありがとうございます。でまた電気屋 YouTuber さんのチャンネルで一緒に抽選しますんで、また見てください、はい、応募方法などはまた後でね、はい、考えて続きはウェブで、はい、でさらに今日はね、ゴミ田さんがわざわざ群馬から、これ大阪ですけど大阪まで来てくれたんで、こっちのフリーブラケット、こちらもですね電気屋 YouTuber さんのチャンネルで10名様にお送りしたいと思います。ありがとうございます。ぜひですね、その僕の言うてる動画だけじゃなくて、プロの2人が使ってええ言うてるんで、これぜひね皆さん一回使ってみてください。さらにですね、さらにわざわざ富田さんが群馬県から来てくれたんで、大阪です。多分500キロぐらい離れてると思いますけど、フリーブラケット、こちらをですね、10個ではありません。10個のね、大体10倍ぐらいの量、富田さんの方に僕からプレゼントしたいと思いますんで、ぜひですね、ワークショップの方に遊びに行ってください。そこでどう使ってもらっても、煮るなり焼くなりしても食べられへんけど、もう好きに積もってもらって構わないんで、これをね、国際から富田チャンネルの方にプレゼントしたいと思いますんで、フリーブラケット気になる方、一回使ってみたい方、ぜひですね、群馬県高崎市の富田ラボワークショップの方までお越しください。じゃあ、この富田さんのやつは、富田チャンネルさんで視聴者プレゼントってことですか？まあ、抽選するなり、お店で配るなり、なりしてもらっていいですか？じゃあ、またやり方、後で教えてください。あ、わかりました。またテロップなどで後で告知しますんで。はい、じゃあ最後にせっかく来てもらったんで一言言ってもらって締めます。めちゃくちゃいい商品なので、ぜひ皆さん使ってください。ありがとうございます。とりあえず面白くしたいです、電気屋を。